アンソニー・エズモンド・シェリダン・マギニティは、トニー・シェリダンの名で知られる、イングランド出身のロックンロールのシンガーソングライターである。1960年代初めのドイツで、無名時代のビートルズをバックに据えて録音したシングル版を、トニー・シェリダンとザ・ビート・ブラザース名義で出したことで、知られており、レコードのレーベル上で、ビートルズと共同でのクレジットを残した二人のうちの一人で、ある。 ポール・マッカー・アートニーからは、ティーチャーと呼ばれるなど、ビートルズに音楽面での影響を与えた。トニー・シェリダンは、ノーホークノの,のリッチで生まれた。幼い頃は、両親の趣味であったクラシック音楽に影響され、7歳の時にはバイオリンを習っていた。やがてギターを弾くようになったシェリダンは、1956年に最初のバンドを結成した。1958年、 18歳の時に BBC テレビの若者向け音楽番組オーボ o にエレクトリックギターの演奏で出演するようになった。やがてシェリダンはジェッツというバンドの一員としてドイツのハンブルクへ渡った。しかしジェッツはハンブルクに長居はせず、やがて他のメンバーは帰国してしまうが、シェリダンはハンブルクに残りソロ歌手として活動を続け、 ハンブルクの陥楽街レイパーバーンを代表するクラブだったトップ10クラブのステージに立った。1960年から1963年にかけてハンブルクで活動している間、シェリダンはいろいろなバックバンドを雇っていた。1961年にシェリダンが雇ったバンドの一つが、1960年に初めてハンブルクへ来た時からシェリダンと面識があった。 ビートルズで当時のメンバーは、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、スチュアート・サト・クリフ、ピート・ベストの5人だった。ただし、シェリダンとビートルズの関係は、単なるシンガーとバックバンドというよりも、もっと強制的なもので、ビートルズはシェリダンのバックを務めることもあったが、時にはシェリダンがバックに回り、ギタリストとしてビートルズのステージに参加することもあった。 ドイツのポリドールレコードのエージェントだったベルト・ケンプフェルトはこうしたシェリダンとビートルズのステージを見て彼らに一緒にレコードを作ったらどうかと勧めたこうして行われたのがいわゆるビートルズのポリドールセッションである1961年に録音されドイツで発売された最初のシングル版マイボニーザ・セインツは5位となるヒットとなり続けて数枚のシングルが ドイツで出された後、1962年には、アメリカデッカのブラックレーベルから、マイ・ボニーのシングル版が発売され、店頭でのデモンストレーション用のピンクレーベルでも、レコードが出された。現在ではこのレコードは、シングル版としては最も高価な部類になっており、2007年には、ブラックレーベルの未使用完品に1万5000ドル、ピンクレーベル版でも3000ドルの値が付けられた。なお、 リンゴスターも1962年の一時期にシェリダンのバックバンドに参加していた時期がある。彼はシェリダンがバンドとリハーサルをしないまま歌を実演にかけるのが気に入らず結局は元のバンドであるロニー・ストームザ・ハリケーンズに戻ってしまいわずかなタイミングのズレでシェリダンのアルバムデビュー作で演奏する機会を失することになった。1962年 ポリドールはドイツでアルバムマイ・ボニーをリリースした。この時、ビートルズというバンド名はドイツ語の英語で男性世紀を意味する語の複数形、ピーデルスと音が似ていると判断され、演奏者のクレジットはトニー・シェリダンとザ・ビート・ブラザースとされた。その後、ビートルズが有名になると、このアルバムはイギリスでも発売され、クレジットはトニー・シェリダンとザ・ビートルズに変更された。 ビートルズのハンブルク時代のスタジオ録音や当時のライブ音源は何十年にもわたって何度も型を変えながら再発売されている。シェリダンの音楽のスタイルは1960年代半ばに突然大きな変化を遂げ彼の出発点であり得意としていたロックンロールからブルースやトキとしてジャズへと転換した。これを支持するファンも一部にはいたが ロックファンには全く受け入れられなかった。これを予告するように、1964年のアルバム、Just A Little Bit of ーシェリダンのライナーノーツには、シェリダンの音楽思考がロックではなく、ジャズとクラシックであり、また、シェリダンが直接オリジナルのニグロ音楽を聴き、大好きなニグロジャズやスピリチュアルを生み出したフードを体験するために合衆国南部へ行ってみたいと、 望んでいたことが記されている。シェリダンはその後もハンブルクのトップ10クラブで長年歌い続けたが、ポリドールとのレコード契約はやがて打ち切りになってしまった。1967年、シェリダンはビートルズとの縁によってもたらされた名声に幻滅していた。ベトナム戦争に関心を持ったシェリダンは連合軍部隊のために現地で講演することに同意した。 しかし、ベトナムでは、バンドが銃撃を受け、メンバーの一人が殺された。ロイター通信は、シェリダン自身が死んだという誤報を流した。連合軍を疑問したことに対して、シェリダンは、アメリカ陸軍名誉隊員の称号を与えられた。1970年代初め、シェリダンは西ドイツで、ブルースのラジオ番組を運営した。1978年に、 かつてビートルズが出演していたことで有名だったハンブルクのスタークラブが再オープンした時にはエルビス・プレスリーのバックを務めていた TCB バンドと共に演奏した。2002年4月13日、シェリダンはアルバムバガーボンドをリリースした。収録曲はほとんどが自作を集めたものだったが、かつて最初のアルバムのために録音したスキニー・ミニーのカバーも含まれていた。 同年、シェリダンは、アルゼンチンのロックミュージシャン、チャーリー・ガルシアのアルバム、インフルーアに、ギターと、ボーカルで参加した。晩年、シェリダンは、妻のアンナと共に、ハンブルク北港のゼイシュテルミューヘという村に住んでいた。シェリダンは音楽に加え、文章学にも、関心を持っており、文章のデザインもしていた。2013年2月16日、 ハンブルクの病院で心臓の手術を受けた後、他界した72細胞打つ。ありがとうございます。